マレクチェフは、スロバキアセ世間トレビショーフ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー、またはミッドフィールダー。母国スロバキアの FK インテルブラチスラバで、プロキャリアをスタートさせ、チェコの名門 AC スパルタプラハを経て、2005年夏に FC ポルトへ加入。ポルトでは在籍した3年連続で、リーグ制覇に貢献するなど、3チームいずれでも、 国内リーグ優勝を経験した。2008年7月、イングランドのウエストブロムウィッチへ移籍金140万ユーロで移籍。1年目こそ、出場機会に恵まれなかったものの、チームが二部降格となった翌2009から10シーズンは、レギュラーとして、チームのプレミア復帰に貢献した。2011年5月、ウエストブロムウィッチとの契約を1年を延長したが、同年8月には、 トルコのトラブゾンスポルへ移籍。2013年8月、セリエ A のボローニャ FC へ移籍。2年目のオプション付きの1年契約を結んだ。2015年1月より、半年間はボアビスタ FC に所属。2016年3月3日に、セリエ B のカルチョコモに加入しシーズン終了まで、プレーした。スロバキア代表として、2010年の南アフリカ。 ワールドカップに出場。グループリーグ初戦こそ先発したが、2戦目以降の出場はなかった。ありがとうございます。